皆さんこんにちは。埼玉新都心ジャガークリニック院長の木下博一です。なんだ急に、なんだよ、わっしょい。誰の自己紹介だろお前。はい、バンどうも大変です。はいはい、今回もですね、やってまいりました。まあ、ジャガーブレイクの時間ですけれども、さあ今日はですね、お寿司ですね、小僧寿司さんからケータリングして食べていこうと思います。安定のジャガーさんはおりません。これはね、ほんとたまたまだよ。そうなんだよね、たまたまなんだよね。これでやってるわけだよ。全然濃いじゃないんですけど、たまたまいないだけなんですよ。使えないけど一応ね、こうマイク風にちょっとやってみよう。ああいいねいいね。使えないけどね。あ、いいねいいね。その雰囲気よね。雰囲気あるから、なんかひろゆきさんみたいなね。はい、そんな感じですね。今回もやっていこうかなと思います。はいはい。まあね、もう本日ね、賛否両論ありの、はいはい、ブレイクのお時間がやってまいりました。いやまあまあね、いろんな意見があっていいんですよ。まあってなんぼっすからね。そうですよ。まあ、今回俺ちゃんね、ちょっと あんまお腹が空いてないっていうのと、減量を今目指してるんで。あ、そうだよね、はい、最近だいぶ痩せてきたよね。今日は 79.7kg。 ついに80kg 割ったと。割ってますけど、はいはい、気を抜くと、全然リバウンドありますから。ああなるほどね。はい、やっぱりね、食べる量、まあ運動するもそうだけど、食べる量の方が大事だね、減らすという。はい、いただきます。これね、シャリは半分で食べるんだよ、お父さんは。これがポイントですね。確かにマグロ尽くしですけど。そうですね、いいね。お父さん波。まあちょっと前回、まあ多分この動画も上がってる頃には皆さん見てると思うんですけど、本当はその時、あれいつだっけな、16日とか15日でしたよね、確か撮ったの。もっと前じゃない？あ、そんな前？だって今日が、まあ大体1週間ぐらい前。まあそうか、1週間ぐらいかな。前に、撮ったんですけど、実はですね、トップ YouTuber、僕ちゃん、俺ちゃんが大好きな、ラファエルさん、活動を休止してたと。で、それで、昨日か、今日ぐらいにですね、動画を出したと。まあその話をしたかったんですよ、そのラファさんが活動を中止したって。でも金シャロカッツのちょっと充電がないっていうことで、強制終了したんですけど、本当は話したかったんだよね。ラファさんがや、あの、なんていうの、やめたっていうか活動中止1週間ぐらいしたっていうのを、ちょっと皆さんにちょっと伝えたかったなっていう。あ、大使にとってはまあ師匠みたいな存在だから。はい、まあまあそれはまあそんな感じで。大使がさ、ラファエルさんも動画投稿やめたって言うから連絡しちゃったじゃねえかよ。そしたらお前、ラファエルさんが「いや完全休止じゃないですよ、普通に、ね、帰ってきて恥ずかしかったじゃないかよ」。いや、やっぱね、その一ファンとして、一師匠としても、やっぱ嫉妬したいじゃないですか。まあこういうふうな、ちょっとね、あの会話、ちょっと言っていいのか分かんないですけど、まあそんな感じで、なんか。いや、それはびっくりした、お父さんもお前に言われて。だってやっぱりさ、ラファエルさん、我々が YouTube を始めるときに、まずアドバイザーとして会ってくれて、いろいろ作戦、計画全部教えてくれて、まあ基本ラファエルさんの指導通りに始めたよね。まあこの話をしていいのかちょっとね、確認をしておかないと。ああ、まずいよこれはね。それはまあ所詮役ね、あ、まずいの編集者の人にはね、とりあえず一旦連絡してカットするかしないかで決めるんですけど、まあそんな感じで、本日もね、ニュースの話をね、前回してないですか、ニュースは。ところでさ、大使はその髪型なんていうのそれ。これ寝袋姿に結構いいなっていうのは、前髪すごいあるんで、こういうふうに止めて、後ろにこういうふうにやるっていう、なんて名前つけようか。何それは、ちょんまげ。ダディに言われたんだよ、これちょんまげみたいで。これはもう寿司みたいな形してますけど。なんていうのかそれ。まあジャガージュニアヘア、まあベッカムヘアみたいな感じで、ジャガー、横短いですね、ジャガーヘアね。まあそんな感じで、まあそんなのどうでもいいんですよ。あと、まずもう最近めっちゃ暑いじゃないですか。まあ暑くなってきたね、確かにね。俺じゃあね、もうね、外ね、半袖っていうか、俺今日ね、コンビニ立ってこれで行ったんですよ。もう暑いで、なんならね、脱いじゃった。
もう下も脱いじゃったみたいな。はい、どうも。頑張りますから。はい、どうも。まあそんな感じで無理やりすぎて笑えないだろそれ。まあ暑いってことでですね、うん、もう大体夏に近づいてるじゃないですか。じゃまだ5月だけどね。でも、うん、それを示す支障があるんです。何何、うん、なんと、うん、めちゃくちゃ早い梅雨ですよ、うん、だよね。これやばいよ。しかも何がやばいかっていうと、うんうんうん、こんな早いのにまさか早く終わんのかなと思ったら、うん、停滞するっていうね。これもちょっとね、本当梅雨明けはなんか平年並みだとすれば、まあ、2ヶ月ぐらい梅雨の感じだよね。1ヶ月半とか、まあ、それぐらい結構長くなるみたいな、うんうん、なんで、まあ、そこはねちょっと嫌な感じですけど、まあ梅雨になるとジメジメしてなんかあれだね、こうなんか嫌だよね、肌とかね、うん、さらっとしないよね。あ、もういいよ、うん、もういいよ、うん、で梅雨入りじゃないですか、うんうん、梅雨入りしてるのに、これ昨日の話なんですけど、うん、沖縄がですね、うん、晴れ続きだったと、うんうんうん、で晴れ続きのせいで、うん、この明日ですね、明日日曜日が、うん、大雨警報が出る可能性があるみたいな。日本、東京とかはさ、うんうん、まあ、すっごいもうジメジメして、おうおう、なんかもういつ晴れるのか分かんねえみたいなのが多いのに、うん、沖縄はですね、うん、あの晴れが続いてるという、うん、まあ、これいかがなものでしょうか。いや、いかがって、まあ、そういうこともあるんじゃないの。なんとも言えない、まあ、気象予報士じゃないからね、もうなんとも言えない、解説できないよ、こんなの。まあ、大使がそれ調べて教えてよ。最近アメフトやってないだろ。そう、うん、これねコメントにも書いてあったんだけど、うん、もうあのアメフト終わったのかみたいな、うんうん、ちゃんと動画見たみたいな、うんうん、アメフトはね、あの、うん、今緊急事態宣言出しやがったせいで、出しやがったってなんだろう、それは正当に出してんだよそれは。いやいや、でも、うん、言い方いいじゃないですか、出しやがったって。いや、だめ、出しやがったって必要だから出してんだろ。アメフトってことを考えたら、うん、まあ、出しやがったなって思ったんですが、まあ、その中にまだ出したんで、うん、まあ、コーチというかですかね、まあ、コーチの人が、うん、とりあえず一旦この緊急事態宣言だから仕方ないけど、うん、まあ、とりあえず練習しないと、お家の中とかもう自分たちやることやってくださいっていうふうに言われてるんですけど、多分ですね、今の5月なんですが、うん、6月も多分延長されるんですよね。おそらく予想だけど、延長されますよ、うん、だまあ全然減ってないし、正直なところ、だから延長されますよ、まあ、本当にね、マジで迷惑だよね、うん、いやそれはお前がアメフトしたいってだけだろ、ただ。いやそれに、もうそれにしか限んないから、だって、まあ、運動ができないのがきつすぎる。いや、まあ、正直なんだ、それは運動とさ、あと、まあ、病気を比べたらさ、まあ、病気の方が大事だろお前。うん、まあそうだけど納得いかないね。まあ出しやがったからね、本当は、まあ、でもまあこういう時こそさ、うん、自主トレで筋肉鍛えるとかさ、してますよ正直。うん、何してんの。とりあえずもう毎回言ってますけど、うん、まあ、今日は33日目なんで、うん、何かっていう100人シークルに100回腕立て伏せをするっていうチャレンジやってるんですけど、うんうん、それが今日は33日目でもう終わったんですけど、うんうん、あのね、もういよいよきつくなってきた。じゃあ達成できるかな。いや、もう正直なところ、うん、あの分かったことはね、あのなんて言うのかな、慣れてきちゃったっていうのもあるか、うん、なんか最初の時の方はもう 1,2 回がきつかったんだけど、うんうん、今になってはもうやらなかったら 100% いけないっていう道なんで、うん、もう仕方なくやりちゃってるみたいなのがあるんですよ、うんうん、まあ、あと何かな、まあ、これをやって気づいたのは自然とやってしまうっていう、うん、あとこれあのインスタグラム上がってるんで、うん、あの皆さん見える人は見れるんだけど、これね、うん、何が起こるか、うん、これ28回目ぐらいから、うん、俺ちゃんね、毎回ねこれ、うん、って言うんだけど、うん、もうね叫びすぎるっていうか、うん、言いすぎて酸欠になるっていう、うん、休憩しないんで、もうこういう風にとかしたりして、うん、立ってってやんないからもう本当にきつい。体重ある人は結構きついよね、うん、うん、確かにそうか。でもまあ着実にやってんじゃん、うん、あ、しまった、こうやっちゃった。どう考えてもさ、ちょっと寒いな、お父さん。何？ちょっと寒いね。これ静かだよ。いやいや、温度ちょっと寒いね。どうします？さあ、じゃあニュース行ってみますか。なんかあるかな。しかし、あのお母さんさ、7月に還暦興行あるじゃん。うん、うん、
俺、まあ、あと1ヶ月後ぐらいですかね。2ヶ月後やかな。え、22日なの。7月ですよ。なんだけど、お前としてはさ、お母さんは何歳までプロレスやってほしいの。いやでもそれはね、うん、もうない、もう正直。うん、ない、まあ、ジャガーさんが言ってたのもその通りだと思う、うん、あの、何て言うのかな、うんうん、まあ、ジャガー役だとしての、うん、プロレスで嫌になってやめるっていうのは、うん、まあ、それはそれでいいんじゃないかと。うん、ね、ジャガーさんの人生ってプロレスじゃないですか。うん、まあね、まあ、プロレスだけとは言わないですよ。ほとんど、まあ、90% 9割はもうね、うん、もうそれでもう埋まってるみたいなのに、うんうん、だから最悪、まあ、プロレスで死んでも仕方ないんじゃないかなと思いますよね。でも本人も言ってましたよ。なんかその、うん、プロレスで、まあ、死んでもいいんじゃないのみたいなこと言ったんですよ、うん、まあ、本当死んじゃよくないけど、うん、まあ、仮に死んだとしても、うん、そしたらジャガーさんは、うん、前分かってるなと。本当、私は ね、 あのね、うん、プロレス死んでも本望だよ。まあ、まあ、そういうことね、あのプロレスにガチということで、まあ、それはそうですよね。まあそれはそうだよね。まあ、だから、まあ、それでも最悪折れちゃういいっすよ別に。いいっすよってどういうこと。死んだらいなくなるじゃねえかお母さん。え、でもそれいつかいなくなるわけじゃないですか。え、そうですよ。最悪困るのは、まあ、二十歳過ぎてから死んでほしいですね。死ぬとしたらそんなお前縁起でもないなんてこと言うんだよお前は。いや、それ別に死になんて言ってないじゃん。いや、そうだけどお前元気で続けてほしいですねと、お前これがお前普通言うこと答えじゃない。いや、だから元気でいてほしいけど、うん、まあ、仮に死んだとしても、お前なんでそこ行くんだよ。なんでそこに。いやいや、本当に、いや、じゃあさ、それでいいって言ってたから。本人が言うのとお前息子に言われるのはちょっと違うと思うけどな。まあでもね、ジャガーさんがいいって言ったのは強くないですか。まあ、まあまあまあ、そんな話、だけど死ぬ話はどうでもよくて、まあまあね、まあとりあえずジャガーさんは少なくとも、うん、俺ちゃんの目標だと、うん、まあ、70までやれたらいいんじゃないですか。すごいね、70までやったら伝説でしょ。後にも先にもいねえぜそんなの。いや、60もさ、お父さん結婚する頃は60まではできないって言ってたよ自分で。って言ってなんだかんだ言ってやれてるから。いや、いや、俺ちゃんも聞いてたよそれ。あ、正直50代のすごいな。でも何してんの。なんかさ、うん、ジャガー横田らしくない試合を自分でやってると思ったらやめるって言ってたけど、うん、10年前とあんま変わらないね試合ぶりは。まあスピードは多分、まあ、能力ってアビリティとしては本当に落ちるんだと思うけど、うん、見えないね落ちる。そう見えないね本当に。ほとんど変わらない50歳の時と。それはすごく思う。すごく思うね。お父さんもなんか技とかもさ切れるよね。上下飛んだりね。まあ、まあ、唯一の劣ったっていうのは、うん、例えばこういう風にプレスというかさ、うん、乗っかられるじゃん、うん、こう起き上がるやつ、おーそれがちょっと最近はもう見てないなと思います、ね、あ、そうかな。それはちょっと腹筋の起き上がるやつ、そうそう、あれはもうちょっと最近がもう力なくなってきたのかなみたいな。あ、まあでも、うん、まだジャガー横田らしいのはできてるんじゃないですか。まあそもそもまず、うん、俺ちゃんのジャガー横田らしくないのは、うん、もうコブラツイストと、まあ、まんじ固めがもうできなくなったらもう両もすでだから時間。いや、お父さん的にはヒップアタックやってほしいけどやらないね、お母さん。やっぱり自信ないんだろうね、多分ヒップアタックは。まあもう飛べないでしょ。いやいや、わかんないけど、でもやって見たことあるよ、うん、結婚する頃はやってって言ったらやってくれたりしてたね、うん、でも今やらないってことはやっぱりちょっと自信ないのかな。だけど違う技はなんかやったりしてるよな。まあそうだね、うん、もうそんな感じで、うん、このプロレス通知ですね、うん、アントニオ猪木さんいるじゃないですか。あ、猪木さん、はいはい、が、うん、この、まあ、なんて言いますかね、